MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国は、今回、日本政府が、強制徴用問題に対する対応措置として、韓国をホワイト国から除外し、輸出規制を、7月4日から強化するとした件で、韓国紙は、こぞって大々的に報じていますが、いわゆる自称慰安婦問題では、未だ、精力的に日本を貶める行動に勤しんでいます。この、いわゆる自称慰安婦問題でも、安倍政権には、強硬な姿勢で韓国に対応していただきたいものです。ソウル連合ニュースによりますと、7月2日に、韓国のカン・ギョンファ外相が国際会議の挨拶で、またしても、慰安婦問題を取り上げてスピーチをしたと報じました。一部を引用してお伝えいたします。韓国のカン・ギョンファ外交部長官は、2日、旧日本軍の慰安婦問題に関して、被害者の声に耳を傾け、名誉回復のため支援するとの考えを示した。官長官は、この日、外交部が、ソウル市内のホテルで開催した、女性と共にする平和、国際会議の開会の挨拶で、これまでの慰安婦に関する努力において、生存者中心のアプローチが不足していた点を認めるとし、被害者の声に耳を傾けると述べた。また、我々は、生存者の希望や歴史的事実に基づいた正義を支持するという面から、被害者中心のアプローチを取ってきたとしながら、被害者の尊厳と名誉を回復する手助けをし、現在の世代と将来の世代が、過去から教訓を学べるようにすると強調した。このような発言は、パク・クネ政権当時の2015年12月に発表された慰安婦問題をめぐる日韓合意が、被害者の意見をきちんと反映できなかったとして、解決の努力は被害者の名誉と尊厳を回復することに、焦点を合わせなければならないという、ムン・ジェイン政権の認識を改めて明らかにしたものだ。官長官は、現在も、世界各地の紛争地域で起こっている性暴力問題の解決のためには、生存者中心のアプローチが必要だと強調。韓国も、多くの、幼い少女や女性たちが、いわゆる慰安婦という美名の下に、第二次世界大戦当時に、大きな苦痛を経験したと説明した。元応募校問題も捏造。そして、自称慰安婦問題も捏造。歴史問題は、捏造と歪曲。嘘まみれの韓国。名探偵コナンが、いつも言っている、真実はいつも一つ。しかし、韓国は、その真実をねじ曲げます。永遠に終わらない、韓国の捏造。日本は、そんな韓国に飽き飽きしています。7月1日に、日本政府は、韓国をホワイト国から除外し、輸出規制の決定を発表しましたが、翌日の2日には、韓国の外相が懲りもせずに、捏造された自称慰安婦問題で、日本を貶める発言。カン・ギョンファさんの思考を疑いますよ。日本政府には、韓国に対する、ビザなし渡航の制限を、早期に実施を求めるとともに、韓国から大量流入する就職活動生の制限や、駐韓日本大使の帰国、韓国製品関税上乗せなど、考慮していただきたいです。そして、自称慰安婦問題に火をつけた、朝日新聞にも、大きな責任があります。いくら、言論の自由を叫んでも、捏造された記事を拡散した罪は重いです。こんな捏造記事を取り締まる法案も、国会で審議してほしいですね。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。